それでは、続いて13時25分に、アリスさの次のセッションに参りたいと思います。<laughs> 続いては、水野秀一さんの次にーフレームワーク、t p <laughs> をちょっと改善して、東にフレームワークにというタイトルでお話しいただきたいと思います。水野さん、お準備、よろしいでしょうかはい、えー、っと、これ声聞こえてますかはい、聞こえております。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう画面出しちゃいますね。 はい、これで見えてますかはい、大丈夫です。<laughs> はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。えっ、ー、と、GPT、えー、振り返りフレームワーク、KPT をちょっと改善してちょうどいいフレ,フレームワークにというタイトルで発表させていただきます。水野響きです。よろしくお願いします。ちょっとですね、あの、まあ、20分って結構長いなと思って、ね、ウェブ Web の,あのカンファレンスだとだい大体10分とか5分で済ませるものが多いので。 ちょっと今回は時間が余りそうっていう感じで、ちょっと小話も挟みながら。えー、っと、ディスコードも私リアルタイムで見てるんで、ちょっとあの、コメントとか返しながらやれればいいかなと思ってます。そちら鹿児島ですよね。あの、こういうものを持ってまして。<laughs> 見えます なんだっけでもなんか違う。発掘します。<ー>長渕美容師です。ちょっと発掘してきます。ちょっとだいぶ前ですよね2014年なので、ちょっと折り返してきました。<laughs> はい。いいですね。そっち行きたかったんですけど、なかなかいいなという感じでございます。<laughs> はい。じゃあ、行っていきます。 はい。私、あの、ハンドルネームが j a ベ e ッ i と言います。j a ベ e ッ i と検索すると多分私の方、あの、情報しか多分出てこないですね。はい。で、所属がジャサイバーエージェントです。で、えっ、ー、と、今年1年目で新卒の、去年まで大学院生でした。はい。で、えー、プロダクトが AI シフトというところで、えー、AI チャットボットサービスだったり、AI コールセンターサービスというものをやっています。はい。 でロールが Web フロントエンドです。はいまあ、技術スタックとしては Vue.js だったり、Bit、まあ、Next、React、まあ、あたりを去っています。はい。はい、じゃあ本日、このような感じで発表させていただきます。最初にもう結論から言ってしまいますね。 はいでえー、概要としては、我々のチームは、えー、とカジュアルさの醸成のためにスプリントレトロスペクティブを改善しましたという話をします。でえー、このプロジェクトはですね、仕事の話じゃなくて、えー、大学院の PBL といった、まあ、プロジェクトの話になります。はい、GPT というのは Good Problem t r y の略ですで。記述の仕方にもルールを加えました。 ちょっとあの、やっぱりあの、事前知識はあの、共有しなきゃいけないと思うんで、ちょっとここに時間をかけたいかなと思います。えー、今回ですね、あの、新しい提案とはいえ、スクラムでの手法っていうのは、割とアドホックなものと考えています。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。入社して3ヶ月。そうですね、3ヶ月です。はい。えー、っと、なので、私のチーム状況を説明することで、 えー、ティアの代わりとさせはい。で、えー、私が通っていた大学院の紹介をちょっとだけします。AIT AI i と我々、あの内部生を呼んでるんですけれども、えー、東京都立の産業技術大学院大学というところにいました。私、新卒なんですけど、社会人向け大学院というところに通ってました。 で、えっ、ーと,えー、と、私の所属していた情報アーキテクチャコースっていうのは、えっ、ー、と、私以外が全員社会人でした。別に、あの、新卒が入っちゃいけないわけじゃなくて、単に知られてないっていうだけかなと思います。で、えー、今回話すのが、えっ、ー、と、2年目の方の PBL、えっ、ー、と、プロジェクトベースラーニングといって、まあ、えっ、ー、と、知らない方向けに、えっ、ー、と、一言で説明すると、まあ、研究活動の代わり、チームでやりますよ。 いったものになりますはい。で、テーマが、たまたまテーマが、我々のプロジェクトは、プロジェクトチームはスクラムでした。で、開発に関しては、ウェブアプリケーションを作っていました。はい。こちらの、の、えー、情報収集合学会の全国大会で、ちょっとだけ、あのー、出しまして、2つ出したうちの1つが、えーと、この今書いてある成分ベースの強調フィルタリングによる あの新システムの話をしていました。で、まあ、チーム構成なんですけれども、えっと、スクラムとウェブ開発に分けてちょっと経験があったかないかみたいな話をちょっとします。で、えー、スクラムに関しては経験があった人が1人しかいませんでした。なので、まあ本当に知らない人がスクラムを勉強しに来たよというようなチームでした。で、ウェブ開発に関しては経験5人いましたんで、まあここはそんなに あの難しくなかったかなというような感じです。で、あのスクラムの経験の兄の人なんですけれども、この人があのものすごくできるかって言われ,ると言われたら、まあそういう感じじゃなくて、単にスクラムをやったことがあるよというような感じでしたなので、この人が無双したっていう感じではないです。はい。で、で、えっ、ー、と、稼働に関してなんですけれども、えー、結構難しくて、フルリモートでした。で、 毎週土日と平日の夜間、つまり週7稼働ですね。に個人の裁量でやるというような感じでした。で、週に18時間の稼働が、まあ一応マストです。単位の認定条件でした、はい。なんですけれども、やっぱり、あの、コアタイムが、えっ、ー、と、ごめんなさいね、ちょっと。いはい、コアタイムが、えっ、ー、と、火曜の夜のみでした。なんで、えっ、ー、と、 必ず集うのが火曜の夜だけ。他は、まあ、適時、ミーティングをやらないなり、やらないなりっていう感じでした。で、仕事じゃないっていうのが結構重要です。はい。で、仕事じゃないんで、強制力が効きません。これやってくださいやっていう、あの、強制力が効きません。で、バックグラウンドがバラバラ。はい。で、かつ振るりも、結構難しく、 でえーとまあ、仕事よりも難易度の高いものかなというふうに思っていました。で、ここで我々が目指したものとしては、まあ、カジュアルさが何よりも重要だよねというところでまあ合意をしていました。まあ、やりやすさだったり、話しやすさ、ちょっとこれ言うか迷ったなといっ,ったところも、まあ、コロッと言えるような関係性だったり、文化を調整しなきゃいけないというところがあるのかなというふうに思っていました。はい、じゃ本題に入ります。 GPT、ね。振り返りフレームワーク。KPT をちょっと改善して、ちょうどいいフレームワークに。というとことで。えっ、ー、と、まず、ちょっと KPT をご存じない方が、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、表示します。で、KPT っていうのは、スクラムフレームワークの振り返りメント、レトロスペクト、スプリントレトロスペクトでよく使われている手法の一つですね。で、ス、え、リーポイントの振り返りフレームワークになっていて、キーププログラムトライド で、上から今までできていたことで今後も継続したいこと。で、二つ目、プログラムが改善したい問題点。で、トライが次に挑戦したいこと。という観点で、三点に、三点でフレーム、振り返りをするというようなものでした。なんですが、まあ、我々最初は KBD やってました。まあ、純粋な、あの、なんていうんですかね。まあ、スクラムをあまり知らない人たちの集団だったので、まあ、一番有名なものをやろうというふうになったんですけれども、 やっぱり、あの、もう一度やっぱり目的を振り返りたいよねっていうところがありました。はい。やっぱり目的なきフレームワークっていうのは、えー、経化につながるのかなっていうふうにも考えていて、言いたいこととか、扱いたいテーマって何だろうっていうことを、あの、もう一,もう一度考えていました。はい。で、えー、リマインドですけれども、我々の最終目標は、カジュアルさの調整でございました。 で、それを詳細に分解してみると、えー、まあ、いいことも悪いことも、えー、正直に打ち明けたいよね、というところですね。これが小さな不満が大きな事故につながりやすいっていうふうに考えていて、なので、まあ、すべて検査したいなと。隠すことなしよ。みんな正直にしようね、というところが一つありますと。あとは、ある問題に対する改善を考えたいということですね。あの、まあ、問題と改善がセットっていう意味ですね。 でもう一つが、えーと、個人的なこともチームのこととして、まあ、一緒に考えたいというところですね、えー。これが結構大事で、えー、とどうしてもあの皆さん仕事を持ちながらやっていたわけで、でも中には家庭を持たれている方もいらっしゃいますと。なので、えー、とどうしても仕事、プライベート、学生生活。もしくは仕事、並列して学生生活、プライベート。というような感じで、 えーまあ、そういう順序になりがちでした。なので、我々の,そのチームの活動が一番優先順位が低いということになります、ね。なので、他の、えー、事象、えー、活動以外の個人的な事象に関しても、チームのこととして、まあ、できるのであれば、サポートしたいなというふうに考えていました。はい、あとはまあ交流も兼ねたいってということですね、はい。で、今一度、あの、 ね、GPT っていうのは、えっ、ー、と、グッド、プログラム、トライですね。で、グッドっていうのは、えー、そのスプリントで良かったこと。はい。で、プログラムはそのスプリントで問題と思ったこと。トライは問題に対する改善点、改善方法、アンサーというふうにしました。で、GPT の、えっ、ー、と、ちょっと特別なこととして、まあ、ルールがあります。 ちょっと他のフレームワークよりもやり方に対して少し制限をかけます。一つが過剰書きで書いてねというところですね。で、もう一つが後で参照しやすい場所に書く。我々ノーションの折りたたみ機能とかデータベースとか使ってましたけれども、何でもいいと思います。えー、後で参照しやすい場所に書いてください。で、えー、プログラムとトライは、 はいえー、同じ欄に。で、トライはプログラムに対してネスとして書く。ですね。で、あとは、えーと、トライは赤字など。トライであるようにかあ、トライであると分かるように書く、まあ。赤字じゃなくてもいいんですけど、なんか絵文字でも何でもいいんですけど、えー、パッと見て分かるようにして書いてねっていうところですね。あとは、えー、個人とチームで主語別で欄を分けて書く。ですね。この2つが、あの、結構肝かなと。 いうふうに思ってます。で、例なんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、マーク画面で書くんだったら、こんな感じかなと思います。グッドがあって、個人とチームを分けていて、ルーブレームとトライは一緒になっていて、個人とチームで分けて、ルーブレームに対してトライがネストしてあって、かつトライアが、トライアンが無事で目立っている。パッと見たときに、トライアンがメインにつきますよね。これが大事ということです。 はい。で、もうちょっと詳細に例を出して。あ、グッドに対するトライは出せない。えー、グッドに対するトライは、えー、我々の活動ではなかったですね。ただ、ある場合は別に、あの、えっ、ー、と、トライが書かれるということは、何かグッドに付随して問題がある気がするので、 グッドに付随した問題を書いて、プログラムを書いて、そのネスとしてトライを書くということになると思います。はい。で、えー、あとプログラムとトライですね。えっと、個人的なこともカジュアルに書けるようにって書いてあるんですけど、えっと、例えば KPT だったり、他のフレームワークで個人的なことを書きましょうと言っても、やっぱりその、書きましょうって言って書け、 るほどやっぱ簡単じゃないい人もいますよね正直にちょっと言いづらいとか、ちょっと恥ずかしいという人もいると思うんで、でえー、まあ、欄を設置してしまえば、もう書きやすいよねというところで、もう仕組みでやっちゃいましょうというところで、まあ、こういうこともやってますと。はい。じゃあ、これやってみてどうだったかなっていう話を最後にしますと。 まあ効果としては、まあ、振り返りを見返すようになったとっいうところと、ライフイベントや趣味の話までできるようになった。書く量は減ってないのに書く時間が短くなったというところですね。はい。一つ目なんですけども、振り返り見返すようになった。まあ、見返さなきゃいけないんですけど、なかなかちょっと、うん、形式的にやっちゃうというか、はい、じゃあ KBD やりましょうって言って、そのままキーブ書き始めちゃうみたいなところが多かったかなと思います。で、 えー、始め方を整えてもいいんですが、えー、やっぱりその、やりやすさが一番重要かなと思っていて、仕組みで解決できるんだったら仕組みで解決しようっていうのが我々のスタンスでした。なので、トライであることが明示されていて、プログレムと紐付けされていて、で同じ場所に蓄積して書いていった。これ、同じ場所っていうのは、えっ、ー、と、上書きしてどんどん書くんじゃなくて、 えーとトグレで分けて、脳臭だと同じページに書いていくという意味ですね。で、まあ、こういった工夫をしたので、カジュアルに見直せるような工夫をいっぱいしたので、積極的に見直しができたというところがあると思いますはい。あとは視覚的に分かりやすく書くことで、えー、とこれが新たな発見だったんですけども、やっぱ頭の中に残りやすかったかなと思います。 え前のスプリントだったり、3スプリント、4スプリント前に出てきたトライアンっていうのが結構頭の中に残っていて、あれってどうなったっけみたいな話がカジュアルに出てきていたっていうのが結構良かったかなと思います。はい。で、2つ目ですね。ライフイベントや趣味の話までできるようになっ KPT の際はこういうことは出てこなかったんですよね。あとは他のフレームワークで、我々がやったのが何ですか、スピードカーとかやりましたけれども、 こういうものではちょっと出なくて、ライフイベントとかの話を GPT やり始めたときに結構出るようになりましたと。はい。で、グッドと個人とチームで主語を分ける。この二つ結構聞きましたね。その、えっ、ー、と、もちろん全部の振り返りがチ,チームに関する振り返りなんですけれども、個人欄んていうのを分けると結構あの書きやすかったかと思いますね。で、単に良かったことってしたので、やっぱりポジティブな出来事すべて書き出して良くなります。で、 えっと、継続的にやっていくことに主眼を置くんじゃなくて、まあ、それは、それはそうなんですけれども、単に良かったことは、えっ、ー、と、前のスプリントで良くて、今回のスプリントで良かったことは、それもグッドだよねキ。キープっていうのは、えっ、ー、と、グッドの内側にあるものだから、グッドに、えっ、ー、と、概念を広げてあげたっていう感覚だったんで、別に、あのー、KPT の要素が完全に失われたかっていうと、そうではないなっていうふうに思っていますと。 はい、で、書く量は減ってないのに書く時間は短くなった。まあ、これは経験によるものかなっていうふうに思いはするんですけれども、あの、キープを書いていた頃っていうのは、割と書くときに迷いが生じていたんですね。これって書いてるんだっけキープだっけみたいううなところ。で、それ書いてくれたら嬉しかったんですけど、やっぱ遠慮してしまって書かずに。で、よ,よかった活動。 個人的にやってくれていたこと、クロンジョブみたいなことをやってくれていた人がやらなくなってしまったりみたいなことがあったので、まあ、これは書いていいのかなとこれはダメかなみたいな迷いがグッドという、より抽象的な、あ柔らかいフレーズにすることで迷いがなくなったのかなというふうに思っていました。はい。ということで結論ですね。 でえー、我々は GPT という書き方までフレーム解読するフレームワークを提案します。GPT は Good, Problem, Try ですね。そのスプリントで良かったこと、そのスプリントで問題と思ったこと、問題に対する改善点という項目で行います。過剰書きで後で参照したやすい場所に書いて、Problem と Try は同じ欄に、Try は Problem に対してネスして書いてね。 トライは赤字などトライであるように分かるように書いてくださいというのと個人とチームで守護別で欄を分けて書くというルールでやっていきます。で、えー、GPT というのは、えー、KPT がやりづらいと感じているけどフレームワークをがっつり変えるほどじゃないな、もしくは変えづらいなみたいな時だったり個人的なことも積極的に共有してほしいなとかだったり ちょっと g p t マンネリ化してきたかなというときにおすすめです。はい。ということで GPT の提案でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。では、次、応答の時間に移らせていただければと思います。 スポットを強いていいただいても大丈夫ですし、この場でオープンにしてもらっても大丈夫です。c、はい、の、T. P. P. はスタンダードで取り組みやすいことはあると思いですけど、ちょっともう、もしっくりこなかったりとか、そういうところを出したに対してのこう、T. P. P. 連絡は。はい、T.、BT、の予想、検討しつつ、取り組める、え、ノーの、非常にか挑戦しやすい。形なんじゃないのかなと、ルールもつれて伺って思います。ありがとうございます。 から質問させていただければと思うんですけど、この d p d という形だったり、個人<あ>のところをめて手法を受けるとか、ルールがすごく決まりというか、完成されているものだなという印象を受けたんですけど、最初からもう、この何でしょうか仕組みで、こういった決まりでを作られてたというイメージでよろしいですかあ、えっと、すいません。 あごめんなさい私の声が聞こえてる話です。はい、えっと、そうですね。えっと、すべてが揃って GPT、こういうフレームワークでやりましょうっていう感じではなくて、えっと、KPT をやりながら、えっと、まず最初にプログレムすらトライ、えっと、くっつけて書きましょうというふうになりましたね。あの、結構トライアンが、えっと、 忘れられがちっていう問題があったんで、あとはなんかトライアンが浮いてるよね。どの問題に対する改善点かなっていうのが分かりづらかったんで、まずネストして書くようになったっていうところが一つですね。で、その後、えー、やっぱちょっと KPT 合わないよねっていうところで、4つぐらいフレームワークをやったんですよね。で、どう死んだ魚、オート、スピードか、あと2つ、なんか忘れましたけどあ、スターフィッシュかな。やりましたけど、えっ、ー、と、どれもちょっとやっぱり合わない。 カジュアルさに書けるよね。ちょっと遠回しだよね。その、教授がおっしゃっていたのが、日本人向けじゃないよねっていうふうにおっしゃってて。はい。で、日本人向けじゃないっていうのは、特にその、例えば日本語って、主語を抜かしがちじゃないですか、はい。で、そのままカジュアルに書こうと思ったら、方語で書きますよね。ということは、主語が抜けるっていうことですね。なんで、 ちょっとやっぱ主語抜けると、後で見返したときに、あの、何のこと書いてるか分かんないんですね。なんで、せめて、緩めのルールとして、個人とチームを分けるっていうのも、あのいいんじゃないかなっていうふうに提案されたっていうところですね。で、かつ、まあ、キープって言ってるけど、いいこと全部書きたいよねっていう案が出たんで、まあ、グッドっていうふうに変わったっていう感じでしたね。 一つ改善されて、またその中でも出てきた課題があって、でまたこう他のフレームワークも試されたりとか、段階的にブラッシュアップされて、今の形になったのかなと、はい、認識いたしました。ありがとうございます。ディスコードの方でも、KPD の前に一緒に雑談を見たり、アニメとか、たぶんハれラン作ると、働き下がってよかったですといコメントをいただいています。 いいいですか、はい、ここだけお話ありがとうございました、えっと、プログラムとトライを、まあ、セットでっていうことだったんですけどなんかこうプログラムにはなってないんだけどこれやってみたいみたいな,なんかそういうのも結構カジュアルにつながるのかなとも思ったんですけどそれはなんか試したけどなんかやめたプログラムとトライがセットが良かったみたいなあのお話があれば聞かせていただきたいなと思うんですがいかがですか ああそうですね。割とそこは臨機応変に、例えば、まあ、さな問題であっても書いてほしかったんで、些細な問題があれば、プログラムトライにつなげて、あの優しく書いてもらうっていうのが一つと、本当に完全にそうじゃない場合は、うん、我々に関しては、えっ、ー、と、グッドに書いた後に、えー、パーキングロットを導入してました。うん、で、そのパーキングロットに、 書いあとで KPT の KPT じゃないですねレトロの外で話すみたいなことやっていて、うん、でそれはあの看板ボードに反映してましたねうんなるほどはいあはいありがとうございます私も聞いてみていいですかはい聞こえてますか、ね、はいはいはいですありがとうございましたあのちょっとその社会人 大学院の学びっていうところがすごい面白いなと思ったので、今日のちょっと発表の内容とは違ってきちゃうかもしれないんですけど、まあ、実際会社に入社されて3ヶ月ぐらい経って、社会人大学院で学んだこと、ま,あ、まさにこう今日の KPT とか GPT 使ってるよとかでもいいんですけど、まあ、どういう,こう会社で働く上でのいいことがあったのかなみたいなところをあの個人的な興味として聞いてみたいなと思いました。 はいそうですね。割と、栽培人とは一般的な会社とちょっとカルチャーが違っていて、若手をどんどん登用して、裁量を持たせてやらせるっていう文化がありました。なので、私も、レトロスペクティブ、これからあのチームでや,やれてないところに導入するっていうプロジェクト今立ってるんですけど、えっと、それができ、えっと、できる、やらせてもらえる、任命されるようになったっていうのは、やっぱりこの大学院での その学びがあったからっていうところで,で特にその研究活動よりも説得力があるなというふうに思ってます。要は学生同士やってるわけじゃないんでほぼ仕事みたいなことをやっていたので、まあ、ほとんど前職の経験を生かしてみたいなあ動機で、えー、上に押してもらえるみたいなところがあってでこれはあの新卒の学生にとって大きなメリットかなというふうに思います。 ああなるほどありがとうございます面白いですねはいありがとうございますその他私のお名前などございますか自分からもいいですかはい,い仕事あ決めさんと申しますよろしくお願いしますお願いしますもう仕事じゃないとこでこんなきちんとやってるのはすごいなと <laughs> 単純に関心ってことなんですが <laughs> ちょっと一個だけ質問させていただくと あのプログラムで、まあ、プログラム書いた人にトライアンを書くっていうところなんですけど、だて他の人が書いたものにトライアン書くっていうのも、OK、なな感じなんですかねあ全然 OK ですね。はい。あえー。個人的には私はあんまり、その、案に対して決めしたくないタイプで <laughs>。 全てチームが主語になるので、うん、チームが書いたものっていうふうに扱いたくて、なので、誰が書いたっていうのはあまり気にしなかったですね。ああ、いいですね。すごいな。入社2か月。はい。<ー>ありがとうございます。単純に、単純に尊敬ありがとうございます。ありございます。 それでは引き続きリスコード上でもコメントをご質問などいただけたらと思います。それでは水森由美さんのセッションは以上とさせていただければと思います。ご登壇ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがでしたか。スクラム東京のチャンネルでは今のビジネスを支えているさまざまな人々のリアルな話をお届けしています。チャンネル登録よろしくお願いします。